倒的な力を見せつけたオーディンは各地に軍を派遣。この事態を受け連合軍は防衛に注力。前線基地奪われる前に何とか城に滑り込めたが。そうね、このままだともっと困ったことになりそう。オーディン軍は力も数も俺たちを圧倒してる。ああ、人間の未来のため。完全に包囲されちまったか。ここは俺たちで守り抜くしかない。お先真っ暗な状況に立ち向かうか。こんなこと前にもあった気がするんだよな。俺たちはかけがえのない仲間だ。なぜかそう確信できる。力を合わせて乗り切るぞ。わきまえろ。この戦力差、勝敗は火を見るよりも明らかだ。それでもまだ諦めないつもりかな。まともにぶつかったって勝てっこない。でもそこをどうにかするのが軍師の仕事ってね。まずは味方の増援を呼び込まないと。そこでお願い、敵の包囲に穴を開けてくれないかな。頼んだぞ。観光と情報が近くまで来ているはずだ。援軍到着まで我らは城を守り抜く。お見事な部員、恐れ入りました。包囲をうなち援軍を呼び込む勘で考えそうなことだ。殿の目はごまかせないか。ここは退場してもらうしかないな。敵のお出ましか。我が豪遊とくと味わえ。ザゼウスを倒したら余計面倒なことに。過去に戻ってやり直したいぜ。冗談はいいから戦って。そんなことできるわけ、その調子その調子。包囲を崩すことにかまけ城の防御を怠り、半兵衛軽らしくなる。またもや敵の増援か。来るぞ、皆耐えろ。お見事な武勇、それ入りました。敵に回った訳を問いただそうと。そうのんきに構えている状況でもあるまい。どうしよう、見ちまった。ああ、よくやってくれた。あとは援軍の到着を待つだけだな。無駄にあがいても疲れるだけだ。一息に潰してやる。ならばこの小指揮に任せておけ。追い詰めた敵にとどめを刺す悪くない役回りだ。見せてあげる。今度は北から敵の増援。少しは休ませてほしいんだけどな。よりによって相手だか。援軍到着まで待つかどうか。差し込みます。さすがに息が切れてきたぜ。だが援軍が来るまでどうにか耐えねえとな。観光と諜報の到着まで命に変えても城は守る。今日の俺めちゃくちゃ働いてるよね。援軍が来たら一休みさせてもらおうっと。この城を落とせば体制は決する。容赦はせんぞ。攻め手を緩めるわけにはいかない。私の指揮にも働いてもらおう。
さらに畳みかけてくるとは。諦めるものか。その調子その調子。活躍してくれる人がいるなら俺は昼寝でも。で無理か。畜生、思ったよりやるじゃねえか。天の助け、これならもうしばらく耐えられそうだ。間に合ったようだな。城を攻める敵を撃て。城内の仲間を救うぞ。ハン君たちか。当てた殿、これは心強い援軍だ。ありがてえ、共に押し返そうぜ。我が神通力味わえ。ここは私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。お見事な武勇、それ言いました。私がなすすべもなく負けると。参ります。ここで助力を得られるとは。その疑心に応え、一層奮起せねば。アテナさんのおかげで助かった。ここは素直に感謝しとかないとね。参りましょう。しかし私だけで状況を覆すのは難しい。そうだ、よければ共に力を合わせよう。向こうにはアテナ殿が来たようだな。だが勢いづかせるわけにはいかない。いよいよ総攻撃か。数ではまだこっちが不利なのに。多方面から押し寄せるか。無理な、耐えよ。耐え抜けば勝機はある。さすがの活躍。あなたの姿ずっと見ていたくなる。見せてあげる。来てくれるとは思わなかった。皆を守ってくれてありがとな。守る、いや残念ながら私にそこまでの力はない。どこまで役に立つかわからぬが、共に戦わせてくれ。としては勝負にならん。バカな、押されているだと。今日はもう勘弁してやる。無事だろうか。これより私たちも参戦する。一瞬払いかけまつりました。大丈夫か。今助けるぞ。大事な仲間を奪われなくて本当によかった。さあこれからは復讐の時間よ。やれやれ、マジくたびれたぜ。しかしどうやって合流する？ここは思い切って撃って出よう。それぞれ敵の対象を目指して突撃！私たちはあの敵に当たればいいのか。韓暗国、マイナ、我らも攻めるぞ。続け。敵は勢いを取り戻せ。弁慶、現事務所の着替え見せてやるぞ。もっと待ってくれ義経様。アテナ殿の突入で敵の包囲が緩んだ。私たちが合流できたのは彼女がいたからだ。アテナ殿こそ美しき勝利の女神かもしれない。美しき
くねえのか。観策といい、変なのはこれだから。ここは通さねえぜ。獲物を置いて逃げるか、俺に倒されるか、さあどっちだ。こいつ親父よりも頑丈そうだな。誰が相手でも超えなければ勝利をつかむために。いいの、ユキね。ずっと見ていたくなる。助けに来てくれたか、礼を言うぞ。バカ、押されているだと。仕方あるまい。相手が誰であろうとひるまぬ。神を討ち、武名を上げてみせる。潔いな。人間とは実に面白いものだ。素晴らしいお働きです。手本として私も習いましょう。勝手な真似はさせん。俺が行くしかねえな。勝負だ。あなたが我が術の対象だ。かしこみます。容赦はいらないな。仕方ありまい。中罰する。ほら参ります。力負けするなって。触れてやるわけにはいかん。その戦いぶり見習いたいです。押されているだと。あの兵力差を覆してみせるとは。ここは素直に感心しておこう。いや、厳しい戦い。アテナ殿、私たちを勇気づけてくださって。元はといえば私の父や弟が招いたことだ。しかしあなたがいなければ俺たちはきっと勝てなかった。どうしても後悔してるっていうなら、これからも力を貸してくれると嬉しいな。ああ、温かい言葉感謝する。それにしてもオーディンについてる奴らは何なんだ。多分だけど、そのうち明らかに。報告、アレスとロキが大軍勢を引き攻めてきました。ここを奪い前線を押し上げるつもりか。我が君、案ずるな。このようなところで無駄に命を散らすつもりはない。この状況を危ぶんだアレスとロキは自ら出陣、大軍勢を率い総妃が守る連劉備たちからの伝言を預かってきた。城は放棄し、将の命を優先せよとのことだ。ふん、女神を伝令代わりに使うとは、連合軍も随分偉くなったものだな。いや、私が自ら引き受けたのだ。すでに包囲はかなり狭まっている。父の力を奪ったアレスは危険だ。分かった、ならばそうしよう。城が包囲されるのは時間の問題。脱出するなら今しかないが、どうするんだ。敵本体は未だ南に。